外観からのハウスメーカー選び、今回は第4回になります。おそらく今回が最後だと思うので、ハウスメーカー外観評論家の私が独断と偏見でズバズバ言いたい放題の回にしたいと思います。苦情は受け付けません。今回見ていくハウスメーカーはこちら。デザインに定評がある住友不動産、デザインがいまいちと言われている一条工務店、そしてローコストメーカーのタマホーム。果たして外観の違いはあるのでしょうか。マイホームを検討中の方、ぜひ動画内の好きな形を見つけてマイハウスに取り入れてください。皆さんご機嫌いかがですか。外観評論家ダンディ M チャンネルの M です。今までいろいろ見てきたので、もう評論家と言っていいでしょう。大体の評論家は自称です。今回見ていくハウスメーカーはこちら。こちらのハウスメーカーのホームページを見て、掲載されている外観を評価していきたいと思います。ホームページに載ってるぐらいなので、よほど自信のある外観なんでしょう。その会社を代表する外観、その外観でいいと思うところ、おしゃれだと思うところはどんどん取り入れていきましょう。せっかく高いお金を出して建てるんですから、残念な外観だけはごめんです。また人の美意識はその人の感性によるものなので、あくまでも私の独断と偏見、私が何を言ってもあまり気にしないでいただきたい。いや、先に謝っておきましょう。ごめんなさい。それでは早速見ていきたいと思います。まずは住友不動産。住友不動産は私が検討していたハウスメーカーの一つになります。2017年グッドデザイン賞を受賞、同じく2018年には同時受賞、そして2020年にはダブル受賞。このように外観のデザインにも力を入れている会社になります。それではまず最初にプレミアム J シリーズから。ちなみにこの動画は2階建て中心にやっていきます。それでは早速見ていきましょう。と言ったものの困りました。これは邸宅には間違いないです。ただこれを建てる人はとてつもない金持ちか、金を持っている変わり者でしょう。だいたいお金を持っている人って一般の人とはちょっと感覚が違いますからね。そういえばお亡くなりになった紀州のドンファン、家を囲む壁かドアかどちらか忘れましたが、こんな感じでした。普通の人が選ばないようなデザイン。やはりお金を持つと普通の人とは違う感性で、普通の人とは違うものを建てたいというような感じになるんでしょうか。どっかの美術館、または地球防衛軍の基地、そんなイメージです。ハウスメーカー外観評論家の私にも手に余ります。続いてこちら。だから手に余ります。私は住友不動産の担当者の方に聞きました。この部分は何が入ってるんですかと。そうしたら何も入ってないらしいです。単なるオブジェ。ちなみにこの部分は階段らしいです。まあ言うなればこの部分で縦のラインを強調してます。これを立てれば目立つことは間違いないでしょう。まるで現代美術の世界。私は現代美術は全然わかりません。マイホーム建設予定の方でこの外観が気に入った方は、ぜひこの部分を取り入れてください。地域で話題になること間違いなしです。ただホームページを見てみると、全国のこのプレミアム J のモデルハウスでこの外観をイメージしたモデルハウスがこれだけありました。まさかのこの形を押し、25件のうち12件、約半分。ということはこの突き出てる部分をそのまま採用した人がいるんではないでしょうか。かわいそう。続いてこちら。こちらは張り出した軒、そして2階の周りをぐるりと囲むベランダの部分で、軒と並行して水平ライン、横のラインを強調してます。軒の裏側には木目調のものを使い、そしてベランダもガラスを使っていて高級感があります。この形は今時の形ですが、邸宅感はあると思います。夜はこんな感じ、もう丸見えです。続いてこちら。こちらもガラスがふんだんに使われており、もう丸見えの洋館。横のラインはしっかり出ておりますが、ガラスと横、それだけです。ちなみにこれはグッドデザイン賞を受賞した外観。グッドデザイン賞、信用できませんと思っていたら、これは建物を斜めから見た外観。この外観はいいです。特にこの部分なんか、そそり立った壁があり、そしてここ空いてる部分なんて何とも言えません。それを考えると、この真ん中の部分なんてちょっとへこませた方が良かったような。まあ建物は立体なので、いろんな角度から見られることを想定しなければいけません。続いて J アーバンシリーズ。
こちらは嫌いではありません。住友不動産の特徴としてこの窓ガラス、外から中が見えにくいというこの窓ガラス、そしてこの小さな窓ガラス、これが特徴になります。この形はスタイリッシュでモダン、ただどうしても病院感が抜けません。私のイメージは歯医者です。そしてこちら、気に入る方は気に入るような外観、この屋根とこのガラスが個性を出しています。実例紹介でもこの外観を参考に建てられている方が数多く見受けられました。個人的にはこのガラスが取ってつけたような感じで無理やり感がありますが、好きな方は好きなデザインでしょう。こちらは出すぎです。これもグッドデザイン賞を取っている。これは屋根があるので、言うなればベランダ、屋根がないのがバルコニー。普通ベランダとかはおまけのようなもの、そのベランダがこんなに主張してくる、私には理解できません。こちらもグッドデザイン賞の家、これはもうスケルトン、中の見えない部分はこの部分しかありません。半分以上が外から丸見えだという、そういう見せたいと思う人が、そういう性癖を持った人が住む家、そういう露出狂の人が心をくすぐられる家。グッドデザインを審査した人の中でそういう趣味を持っている人がいたのでしょう。これは好きです。縦と横のライン、まさにモダン、ちょっと公共施設っぽくなってますが、中に入ると受付があるような感じで、どっかの会社の自社ビルのような気もします。家に帰っても仕事のことを忘れたくない人にはいいんじゃないでしょうか。こちらは何とも言えないツートンカラーです。思いっきりのいい白と黒、これがもう少し違う色だったら印象はだいぶ違ってくるんじゃないでしょうか。この部分、おそらくバルコニー、横から見た場合だいぶ印象も変わってくるでしょう。こちらはクラシック系、この形は好きです。クラシックといっても新しさを感じます。この窓の形もいいです。いいですね。ただおそらくこの部分はオブジェ、個性的な外観になってます。 J アーバンシリーズの最後はこちら、この部分が開いてて向こうまで貫通してます。窓も大きい、実際このぐらい窓をつけようと思ったらすごい高くなると思います。外観的には好きです。海が見えるおしゃれなレストランっていう感じでしょうか。住友不動産はこの窓が特徴なので、やはりこの窓推し、そういうデザインが多いです。続いては J レジデンス、この外観は私の奥さんが一目惚れして検討していた外観だったんですが、二世帯住宅で一緒に住む親の一言でダメになった外観です。それがこちら。皆さんいかがでしょうか。張り出した軒、全体に広がる横のライン、邸宅感があります。これもグッドデザイン賞をもらっています。角度を変えてみてもこの軒は圧巻です。建物をぐるりと回るベランダ、こんなにベランダはいりませんが、こんな感じにもできます。まるで飛行機のようです。まあやりすぎた感もありますが、邸宅感はあるでしょう。実例で見てみると、この形で建てられた方は数多くおられるみたいです。それでは私の親が何と言ったのか、なんでこの形がダメになったのか、今からある言葉を言います。これからこの形で建てようと思っている方、聞かない方がいいかもしれません。聞いたら最後そういう風にしか見えなくなります。検討されている方はここで飛ばしてください。いいですか。言いますよ。寺。分かりにくかったですか。もう一度言いましょう。お寺。それでは再度この外観を見てみてください。いかがでしょうか。あなたは何に見えるでしょうか。私にはもうお寺にしか見えなくなってしまいました。もしくは納骨堂。そんなこともあり、この外観は私の中でなくなりました。それでは続いて邸宅型住宅シリーズ、こちらはなかなか邸宅感もあっていいと思うんですが、この部分が嫌いです。なんでここをまっすぐにしなかったのか、なんでここを柔らかくしてしまったのか。邸宅に柔らかさは必要ありません。この部分は縦のラインもあっていい、横のラインもある。だがここの部分で柔らかさ、人間味を出そうとしてしまった、そんな感じだと思います。続いてこちら、まるで貴族が住む家。嫌いではありませんよ、ありませんが、個人的にはちょっとやりすぎなような気もします。こちらは残念ながら邸宅感は感じられません。この部分が十字架になっており、私は仏教徒なのでこの形は選ばないでしょう。やはり横のラインがないと邸宅感にはなかなか見えないと思います。こちらも邸宅型住宅シリーズという割には普通、アメリカンスタイル、そしてこれは西洋に憧れを持っている人が建てる家。でもこれは嫌いではありません。横のラインがしっかり出てます。
邸宅感もあります。そしてここからはジャパニーズスタイル。邸宅感はさほどありませんが、形は嫌いではありません。ちょっとモダンも感じられる外観になってます。これは屋根の形が好きです。一回外観を検討している際、この屋根のようにしてくれと言ったこともありました。段違いの屋根ですが、ここは空いています。この中に中庭があるんです。また縦の格子もかっこいい。横から見たら形はガラッと変わるかもしれませんが、このデザインは素晴らしいと思います。そして最後はこの形、非常に邸宅感があり、横のライン、縦の壁、張り出したの木、縦の格子、私の求めていたものが全て入っている、そんな感じです。この形は素晴らしい。最後に住友不動産やってくれました。和と洋が美しく混じり合う、それが今の日本の姿、そんなことまでも感じてしまいます。住友不動産、デザインに力を入れているということもあって時間がかかってしまいました。それでは一条工務店を見てみたいと思います。まずは風格のプレミアムスタイル、グランセゾン。いや、悪くはないんですけど、張り出したの木、横のライン、そして壁、揃ってます。揃ってるんだけど何かが違う。この窓のせいなんでしょうか。窓を大きくするとどうしても気密性が低くなります。家は性能と謳っている一条工務店、外観と引き換えに性能を手にした、そんな感じでしょうか。これは横から見た外観、この横から見た感じはいいです。これ屋根はこんな感じだったんですね。このグランセゾン、横からはいいです。こちらはアイスマート、これはまあいいですよ。こちらにそそり立った壁もあります。あまり目立たないけど、いいと言ってもこの建物を建てるかといえば建てないでしょう。私の好きなモダン系なのになぜかかっこよさを感じられません。ホームページに他の外観も載ってたのでざっと見ていきます。これはいいと思いますよ。アイスマートのメインの外観はこちらの方を使った方がいいかなと思います。これもいいですよ、この字型の家。でももう少し真ん中の部分と一体感が欲しいところ。この字型だとここの部分が別々の建物に見えて一体感があまりありません。一体感があればもっと邸宅に見えるでしょう。こちらもなんか一体感がなくて残念です。こちらもよくある賃貸アパートかと思ってしまいます。こちらも一体感なし。ここの壁がもっと太かったら一体感はあったでしょう。邸宅感も出たと思います。こちらも何だろう、何かが足りない。ガレージもあるので本当はもっと邸宅感があってもいいはず。こちらは色で論外です。これは取ってつけたような壁、取り外しが効きそうな壁です。つまり一体感がない。こちらは普通。こちらはアイキューブ。アイキューブについてもざっと見ていきます。これは洋風な感じもしますがシンプルモダン、おしゃれなのかおしゃれでないのかよくわかりません。これもなんか頑張ったなっていう感じです。これも悪いことないんですけど、なんか印象に残りません。これも今時の普通って感じ。まあこれぐらいの方が時代に流されずにいいかもしれません。これは色味の問題かもしれませんね。これはまあ悪くはないですよ。悪くはないと思います。好きと言えないだけ。これからは洋風のデザイン、セゾン、まさに洋風。邸宅感があり洋風だけど好きです。これは普通。これは好きです。好きなんですが、あえて言うならばここの壁の色をちょっと違う色に変えて、そしてここのラインを揃えて欲しかった。もっと横のラインを出して欲しかったと思います。これは普通ですが、ここなぜ窓の大きさを揃えなかったのか、そういうところですよ一条工務店さん。これはメルヘンチック。この家の人はおそらくディズニーばっかり見てるんでしょう。これは悪いことはないと思います。好きではないだけ。これは今までとは違う形でも、どうしてもこの部分が気になってしまいます。ここなんてもろに眉毛。こちらは殴られた跡のようです。どうしても窓が2つ並ぶと顔のように見えてしまいます。家を建てる際にはその分十分に注意しましょう。皆さん、ここで残念なお知らせ。思ったよりも数が多く時間がかかってしまったので、本当は今回で終わらす予定でしたが、続きは次回一条工務店の後半から行いたいと思います。一条工務店には和風の100年というシリーズもあり、続きが気になる方はぜひチャンネル登録をしておいてください。なので次回は一条工務店の後半とタマホームを見ていきたいと思います。
このチャンネルは私の気になったこと、気になるもの、こだわったものなどを紹介してます。今回はこの辺でごきげんよう。